と相手が味方だった場合に銃を下げる動作をドラマなんかでよく見かけるんだけど、これは日本のドラマ。じゃあアメリカのドラマはどうなってるかっていうと、映画とかね、なんだうまいか、上に向けるんだ。でなんで上に向けるかっていうと、下に向けても、まあ、自分の足を打っちゃったりするし、斜め下だと打った頭が長弾するんだ、長弾跳ね返るんだ。床が硬いから、床ってだいたい石とかコンクリート、あとは鉄板とかできてるから跳ね返るんだよね。だからもし暴発したら結局それで攻撃になっちゃう、ダメージになっちゃうんだよ。だから上を向けるんだよ。上を向けとけば暴発しても、まあ上が空になってれば、まあ、飛んでって落ちてくる、うん、上に飛んでも落ちてくる。でも落下した程度の、まあ、しかも弾頭なんて結局軽い金属片だから、まあ、ポトッと落ちるだけだから、まあ、天井なんかにも当たっても、天井ってだいたいほら設備とかあってパイプとかあるんだけど、まあ、当たったところで長弾しにくいんだよね。だから上を向ける。でなんでこんな話するかっていうと、うちの会社の、まあ、なんか外国人にちょっと銃使わせてみたら、アナフジをちょっと遊んでもらったら、なんかまあちょっと上を向ける癖がついた。それでまあ思ったんだけど、そうなんだよ。よく見るとそういう些細な、まあ、動作だけで、まあ、実銃を使ってたかどうかとか、まあ、経験の差ってよくわかんない。だから刀なんかは下に下げるけど銃は上げるんだよ。